東京広島コースの出発式です。本日司会は日本飲酒青年同盟の望月俊彦と日本医療園の八木沼奈穂です。よろしくお願いします。連帯の挨拶をいただきます。再び被爆者を作ってはならないと長年にわたり国の内外で原爆被害の実相を語り伝え、2015年 NPT 再検討会議合わせて日本被団協は49名の代表団でニューヨーク行動をしてきました。各国政府代表部への要請、被爆の証言、国連ロビーでの原爆展、被爆者は心からの証言と核廃絶の訴えをし、核兵器のない世界を求めて、谷口さん先頭に車椅子で立ちました。パレードの先頭に立ちました。ニューヨークの街をパレードしました。27日再検討会議が始まりました。その日国連原爆展のオープニングセレプションを行い、田中事務局長は原爆展をしっかり見て、核兵器がいかに非人間的な兵器か再検討会議の議論に反映していただきたい。日本政府は一日も早い廃絶に向けた指導性を発揮してほしいと佐野軍縮日本政府代表部特命全権大使を前にスピーチしました。28日にはバンギムン国連事務総長は非人道性に関する共同声明の賛同国は国連加盟国の約8割だ、無視してはならないと指摘し、会議開幕時に核廃絶の緊急性を疑う者は被爆者の体験を聞くよう求めたいと核保有国に警告しました。安倍首相に申し上げたい。武力で真の平和は作り得ません。あなたは70年前の東京のこの焼け野原の無言正しさを知らないのです。過去の戦争滞在の歴史をにじまげ偽造することはまた次の滞在を犯します。どこまでも非暴力で和解平和外交に徹してください。大悲劇の繰り返しを子どもたちの未来に押し付けてはなりません。皆さん、子どもたちの先々に戦争や原発など命を奪い脅かすすべてをなくして手渡しましょう。はこれからも決して変わることはありません。被爆戦後70年にあたり微力ではありますが、私たちは改めて世界平和に向けた取り組みを地域で進めていく所存です。共に頑張りましょう。これから広島まで歩くのは大変でございますけれども、原爆が落ちた8月7日9日、それはすごく暑い日でした。私は昭和20年8月6日の午前8時15分、13歳、旧制中学1年生の時に広島で被爆をいたしました。それから70年間、まあよく生きてきたものだなと思います。それもあの原爆という強烈な熱線と爆風と放射線の中で人間らしく死ぬことさえできなかった数十万人という大勢の人たちの悔しさ、無念さ、それを背負って魂の叫びを背負って生かされてきたと思っております。これから歩いていかれます皆様方もそういった思いを胸に抱いてしっかりと歩いていただきたいというふうに思います。で、我々被爆者の願いは核兵器の一日も早い廃絶です。 NPT 再検討会議が行われまして、被団協からも東友会からも多数参加をいたしました。で、そういったことが行われている時に安倍総理はニューヨークに行ってましたけれども、そちらの方にはちっとも顔を出そうとはいたしません。アメリカのオバマ大統領のご機嫌ばっかりとって、昨年の夏に閣議決定をいたしました集団的自衛権の行使に向かっての
いろんな法律の整備を早急にやりますということを、我々日本国民への説明もなく、国会での審議もないままに約束をしてまいりました。日本はいつからアメリカの属国になったんでしょうか。核兵器がある限り、誰がいつ使わないとは限りません。とにかくなくするしか方法はありません。それが世界の本当の意味での平和につながっていく道です。そういった思いを胸に抱きながら、これから延々と広島まで歩き続けていきましょう。 NPT 再検討会議要請団として、ニューヨークに行ってきたぞ。署名を届けてきたぞ。パン・ギモン国連事務総長のメッセージ、その中で署名は我々に市民社会等が力強い希望と期待を持っていることを教えている。軍縮のチャンピオンに感謝を表明したい。こんなふうに述べられたこと、まさに私たちこの4年間粘り強く集めてきた核兵器廃絶の署名が NPT 傘下の189カ国この代表に伝えられたということ、皆さんと大いに確信にしようではありませんか。新婦人の西川です。皆さんが集め抜いた633万6205人分の署名は国連の前のハマーショルド広場に山積みされました。その前に、アンゲラ・ケイン軍縮上級代表、それから NPT の議長が、駆けつけてその場でスピーチもしてくださいました。核軍縮は各国政府だけですることではありません。市民一人一人の行動があってこそ実現できます、そう言われました。私たち日本の運動は世界の運動にも、そして国連にも勇気を与えていることがよく分かりました。核兵器の廃絶とともに、今深刻さを増す格差、貧困、地球温暖化、人種差別、性差別をなくす様々な運動の大合流になっています。私たちの運動の基本はこの署名、そしてこれから広島へ向かっていく平和行進であるとも思います。皆さん共に頑張りましょう。福島から参加されました阿部萌奈さんと沖縄出身の音山仁志郎さんから、青年の今伝えたい思いを発言していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。福島からたくさんの人が県外に避難していきました。妹の学校の友達も毎月毎月転校があってお別れ会をして、そのたんびに妹は寂しい寂しい涙を流していました。避難地域に住んでいた方は離れたくないのに、福島の自分が生まれたこの土地で死んでいきたいのに、自分が生まれた土地で死ぬこともできなくて、自分の生まれた家に暮らすことすらできなくて、狭い仮設住宅で一人孤独死という形で亡くなっていった方もたくさんいらっしゃいます。子育ての世代の方は子供をどうやったら守れるんだろう、どうするのが一番いいんだろう、毎日悩みながら生活しています。私自身もこれからこの先健康でいられるのか、自分の将来どういうふうになっていくんだろう、不安に思うことがたくさんあります。皆さんに核の力、原発の力、一体自分たちはどういうふうに選択をしていくのが自分たちが平和に暮らすために大事なことなんだろう、もう一回考えてほしいです。みんなで考えていけばきっと何か前に進む力になるんじゃないかなと思って、私は全国で福島で暮らして感じたこと、思っていることをお話しさせていただいています。なんで今も平和行進をこういうふうにしないといけないのかなって、なんでこういう状態になってしまったのかっていうことを、それと同時に自分は考えてしまいました。で今、沖縄では、まだ辺野古の工事が進められています。高江も一緒です。でずっと、戦争が終わっ、第二次世界大戦が終わって、その後沖縄では、この核と結びつけてお話をするのであれば、
ホワイトビーチに原子力潜水艦が寄港したり、あるいはそこで使われた汚染水が流されたり、あとは久米島で、鳥島射撲場っていうところがあるんですけど、そこでは劣化ウラン弾の、爆撃訓練が行われています。ご存知の通り劣化ウラン弾っていうのはイラクでも使用されていて、沖縄の海兵隊はイラクにも、向かっています。送り込まれています。でそういうふうに、まだまだ、すごくひどい状態が続いてしまっていて、こんなに長くやっぱ平和行進を、続いているんですけど、一体何だったのかなっていうことを歩きながらもう一度皆さんに考えていただきたいと思います。もちろん自分も考えながらこれからどうしていけばいいのかなって、やっぱりもう俺たち、若い人がこれからの社会を担っていかないといけないと思いますので、自分も考えながら、この平和行進に今日は参加したいなっていうふうに思います。フィリピンのボルティモア・フェニスさん、国際青年リレー行進者として今日から5月19日の静岡県への引き継ぎまで歩かれます。カパヤパーン、ピース、マガナンアラオサラハッ、マヤヤパーン、皆さんこんにちは。 When the peace march was inspired and started, we need commitment to do it and the willingness to pursue and bring our voices together as a force。平和行進が発案され開始された1958年頃と同じように、私たちには平和行進への献身とみんなの声を大きく一つに合わせようとする意志の力が求められています。 I will march and let us march for an inclusive world, for an inclusive peace, a new free world。 私も歩きます。すべての人々を包括する世界と平和のために、核のない世界のためにぜひ一緒に歩きましょう。 Lastly, I would like to offer this march to my daughter and the children and their generations to come. I wanted also to offer this march to those who are with us long before, marching and offering their lives for peace and human rights. Let those lives be given justice.By pursuing what they have fought and marched for. 最後に私はこの行進を自分の娘と私たちの子供たち、将来の世代のために捧げたいと思います。そして私たちが生まれるずっと前から平和行進を歩き、自らの命を平和と人権のために捧げた人々への感謝を込めて歩きます。平和への戦いと、そしてこの行進で皆さんと正義を実現しましょう。 No nukes, no bombs, no wars. Let's march, let's go! 行きましょう。4月、私たちはリングリンクゼロの仲間のみんなと一緒に NPT 再検討会議に際したニューヨーク行動に参加してきました。現地ニューヨークで、私たちリングリンクゼロは4月28日にノーニュークス青年交流集会リングリンクゼロ2015 in ニューヨークを開きました。ステッカーの表面の QR コードですね、QR コードを読み取ると平和行進の Facebook のページにつながります。今携帯を持っている方はぜひ行進が始まる前にアクセスしてみてください。で、青年はタスキもあるので、これですね、青年はタスキもあるのでぜひ一緒につけて歩きましょう。で、このページは、海外の青年の行進の様子をはじめ地域の様子が随時アップされていきます。ぜひ皆さんもこのページにいいねをして、自分の地域で歩いた様子や今日の行進の様子もどんどん投稿して、投稿されたものにはいいねをしまくってください。核兵器廃絶の思いを広げてつなげていきましょう。ありがとうございました。集会の方も佳境に迫ってきました。今年の投資行進者の皆様から決意を、一言ずつ、言ってもらおうと思っています。トランペット演奏で盛り上げていただいた、沖縄、長崎コースを歩く山口兼久さん、東京広島コース85歳の山口一郎さん、最後に投資行進初めてチャレンジする松永陽子さんです。よろしくお願いします。
去年のこの5月6日に、北海道ロサップ岬を出発して79日間上野公園まで歩き通しました。その元気が変わりまして、今年もどこを歩くかと、もう皆さん今沖縄でしょ、こういう声が広がっています。6月の14日に沖縄辺野古を出発しまして長崎まで歩きます。本当にあの沖縄の人たちの心、オール沖縄を九州全土に響かせて、そして沖縄を開催一つもたりとも渡すまい、この歌をトランペットの響きに乗せて歩きたいと思います。どうぞ皆さん応援してください。お願いします。原水爆禁止、核兵器廃絶、原発ゼロ、被爆者援護を訴えながら、この平和行進成功のために広島平和公園に向けて91日間歩くことを誓ってまいりました。今年の原水爆禁止世界大会、広島大会、長崎大会成功のために皆さんと共に頑張っていくつもりでございます。以上をもって決意表明を終わります。ありがとうございました。皆様こんにちは。私もそうですけども、日本国民のほとんどが戦争を知らない時代になりました。70年前に広島長崎に原子爆弾が落とされ、人々は焼けただれ、苦しみ、とても不安だったと思います。もしも私だったらどうしよう。 3.11 福島原発の事故、やはり核と人間は共存できません。私はその気持ちを一つ皆様に一つ一つ伝えたいと思って参加を決めました。お願いがあります。核兵器保有国の皆さん、核に依存しない勇気を持ってください。核兵器をやめる勇気を持ってください。いつでもどこでもご一緒に、一歩でも二歩でもご一緒に、ご一緒に歩きましょう。第1隊列はサウンドカーになります。最後尾は第4隊列ということでお願いします。用意したパンフレットは全てなくなってしまいまして、800人以上が今年から集まっているそうです。広島に向けて歩いていく平和行進です。はい、一歩でも二歩でもご一緒に、いつでもどこでもご一緒に、平和に向けて一緒に歩きましょう。平和行進です。さあ、それでは2015戦後70周年の大切な大切な5月6日第一歩国民平和大行進、憲法をもっと生かそうよ。平和が一番、平和が一番、平和が一番。
国民平和大行進、ちょっと30分ほど予定よりも遅れているそうですけれども、申し訳ありませんが、さあそれではここから交友会の皆さん、被爆者の方々が、サウンドカーの隊列に合流します。大きな拍手でお願いしたいと思います。さあ横断幕をじゃあ、 皆さんにも先頭の方々に持っていただいて、合流したいと思います。ゆっくりです。私たち国民平和大行進です。今日は、江東区夢の島を出て、第五クリューマルを出て港区役所のあたりまで歩きます。僕ら核兵器もない、戦争もない、原発もいらない、そういうね、21世紀にしたい。22世紀には核兵器を一つ残さずなくす、そういう思いを込めて、今被爆者の方々がこのサウンドカーの隊列に国民平和大行進に合流いたしました。2014年6月にパリ郊外で行われた武器の展示会ユーロサザリでは、よく見かける日立や富士通、東芝など13社もの日本企業がたくさんの武器を出展していました。このような世界を揺るがしてしまうような重大なことが、国民がほとんど知ることもなく簡単に決められてしまっていることが分かり、とても恐ろしくなりました。危険を守ろう、危険を守ろう、どうも広島、どうも広島、どうも長崎。憲法を守り暮らしに生かそう、憲法を守り暮らしに生かそう、憲法を守り暮らしに生かそう、憲法を守り暮らしに生かそう。普天間基地は即時撤去しろ、原発なくそう、お渡りください、車止めてますので早めに渡ってください、早めに渡っていただければありがたいです。はい、公園の中をお入りください。はい、お入りください。まもなく車両を通します。はい、OK、OK。